はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回も週刊棋戦速報やらせていただきたいと思います。まず早速 NHK 杯から見ていきます。B ブロックは稲葉八段が杉本八段を下してベスト4に進出ということになりました。杉本八段はここまで三浦九段、佐藤康光九段、豊島竜王と A 級棋士を3人連覇してきたんですが、とうとうここで4人目の A 級棋士に止められてしまいました。そして右の山では木村九段対佐藤天彦九段でベスト4をかけて対局が行われます。そして続きまして A ブロックでは山崎八段が深浦 NHK 杯を下してベスト4に進出いたしました。次は羽生九段対斉藤八段の勝者と決勝進出をかけて戦うという形になっております。続きまして棋聖戦見ていきたいと思います。こちらは藤井棋聖に挑戦するベスト16が決まりました。まず左上の山から永瀬王座対屋敷九段、そして森内九段対菅井八段、木村九段対中村七段、そして久保九段対佐藤天彦九段、右の山に行きまして山崎八段対佐藤康光九段、そして鈴木九段対豊島竜王、村中七段対出口四段、斉藤八段対渡辺名人で藤井棋聖への挑戦者が誰になるか非常に楽しみなんですが、やはり永瀬王座や渡辺名人、そして豊島竜王といったタイトルホルダーが中心の争いとなるでしょうか。1回戦の山崎八段対佐藤康光九段ですとか、久保九段対最近振り飛車党に転向した佐藤天彦九段の振り飛車党対決、こちらも注目ですね。続きまして朝日杯見ていきたいと思います。こちらは藤井二冠が大石七段、豊島竜王、渡辺名人、そして三浦九段と破って優勝となりました。準決勝の渡辺名人戦、そして決勝戦の三浦九段戦、さらにベスト4をかけた対局だった豊島竜王との戦い、藤井二冠は印象的な逆転勝ちが多く、終盤力の高さを見せつけた優勝ということになりました。続きまして三段リーグ見ていきたいと思います。11勝3敗で三田三段が単独首位、そして井田三段、横山三段、斉藤三段、高田三段が10勝4敗で追っております。9勝5敗が2名、そして8勝6敗が5名になっているんですが、この8勝6敗のグループの中に女性初の四段昇段なるかということで注目されている西山三段がおります。西山三段は次点を一つ持っているので、今季次点以上を獲得すれば晴れて女性初の四段昇段となりますが、果たしてどうでしょうか。そして同じく女性三段として注目されます今季初参加の中三段は3勝10敗とここまで苦しい成績で来ております。5勝以上しないと高段点がついてしまうので、残り4戦でなんとか2勝以上して高段点を回避したいところですね。続きまして王位リーグ見ていきたいと思います。藤井聡太王位への挑戦を決める赤組白組のメンバー、そして組み合わせ表が決定いたしました。初戦の木村九段対豊島竜王戦も注目ですね。そして開幕局となりました佐藤天彦九段対片上七段戦は最後大逆転で佐藤天彦九段が勝ちまして、これで1勝目を挙げました。ということで続きまして藤井二冠の今後の対局予定見ていきたいと思います。藤井二冠は朝日杯の優勝もありまして、ここまで公式戦14連勝と絶好調になっております。そして2月18日は竜王戦2組広瀬八段戦、そして3月10日順位戦 B 級2組中村太地七段戦が行われます。日付や対戦相手が未定の対局としては叡王戦八段予選決勝、糸谷八段と広瀬八段戦の勝者、そして竜王戦ランキング戦2組でもし広瀬八段に勝った場合はまた次の対局が組まれます。藤井二冠はあと6連勝すれば今年度中に6連勝すれば、歴代最高勝率に追いつくんですが、ちょっと3月31日までにあと6局組まれる可能性というのが低いので、果たしてどうなるか注目ですね。続きまして女流タイトル棋戦概要を見ていきたいと思います。名人戦は里見名人が加藤挑戦者を下しまして、これで里見名人は見事に10連覇となりました。本当にすごい記録ですね。そして博麗戦女流順位戦は前哨が A 組が伊藤三段、 B 組が加藤初段、そして C 組加藤三段と甲斐五段、こちら4連勝同士の注目対決ですね。そして D 組は武富初段、 E 組が山根二段、 F 組が石本二段、 G 組が小高一級、 H 組が中井六段となっております。続きまして A 級順位戦見ていきたいと思います。こちら挑戦争いは斉藤慎太郎八段、そして広瀬八段の2名に絞られました。斉藤八段が最終戦佐藤天彦九段に勝てば8勝1敗でそのまま挑戦が決定、もし敗れて広瀬八段が豊島竜王に勝つと7勝2敗同士のプレーオフという形になります。
そして残留争いは、高級者2名決まって決着いたしました。稲葉八段が2勝6敗、そして三浦九段が1勝7敗で高級となりました。羽生九段は広瀬八段に敗れたものの、稲葉八段そして三浦九段が敗れたので辛くも残留が決まりました。ということで続きまして B 級1組見ていきたいと思います。こちらは山崎八段が9勝2敗となりまして、最終戦を残して見事に A 級昇級を決めました。12回戦の久保九段戦では敗れたんですが、競争相手の高田九段が松尾八段相手に逆転負けをしたため、これで昇級が確定という形ですね。そしてもう1枠をめぐりまして、永瀬王座と木村九段の争いとなりました。今のところ順位が5位で、8勝3敗の永瀬王座は13回戦近藤七段に勝てば昇級が決まります。もし永瀬王座が敗れて木村九段が13回戦深浦九段に勝ちますと、8勝4敗で並ぶんですが、木村九段が順位で上回りますので、木村九段が昇級という形になります。近藤七段も本当に強い先生ですので、永瀬王座としても簡単に勝てる相手ではないんですが、果たしてどうなるでしょうか。そして残留争いですが、丸山九段が4勝8敗で高級となってしまいました。そして残り2枠、高級者3名ですので残り2枠なんですが、阿久津八段、行方九段、そして深浦九段のうち、3名のうち2名が高級という形になります。ということで続きまして B 級2組見ていきたいと思います。こちらは藤井二冠が8勝0敗、そして佐々木勇気七段が藤井二冠が9勝0敗、そして佐々木勇気七段が8勝1敗で昇級を確定させました。昇級枠3つですので、残り1枠は横山七段、沢田七段、そして中田八段、大石七段、中村太地七段が6勝3敗で争うという大混戦になっております。横山七段は勝てばそのまま昇級、もし敗れますと沢田七段が勝つと逆転昇級、そういった形になります。ということで続きまして C 級2組 C 級1組見ていきたいと思います。まず C 級2組は黒田四段が8勝1敗で昇級を確定させました。で残り2枠をめぐりまして、出口四段が今のところ8勝1敗、そして大八六段が7勝2敗で自力昇級となっております。そして C 級1組は高崎七段が9勝0敗、増田六段が8勝1敗で昇級を決めました。で残り1枠は高見七段が8勝1敗で自力昇級となっております。高見七段は最終戦高崎七段という強敵が残っておりますので、もし敗れますと、7勝2敗の船井六段が、最終戦村田六段に勝てば逆転昇級といった可能性も残っております。ということで続きまして八大棋戦概要見ていきたいと思います。こちらは叡王戦は藤井二冠が広瀬八段対糸谷戦の勝者と予選決勝を戦います。そして六段戦の決勝は都成六段対富山六段で行われます。王位戦は先ほどご覧いただいた通り、王位リーグ紅白メンバーが決定いたしまして、開幕戦も行われました。そして王将戦は渡辺王将が永瀬王座に3連勝したんですが、永瀬王座が1勝を返して、これで渡辺王将から見て3勝1敗となりました。次は3月1日と2日に行われます。棋王戦は糸谷八段が先勝いたしまして、次は2月20日に行われます。そして棋聖戦は先ほど申し上げたようにベスト16が決定いたしました。で名人戦順位戦に関しましては、斉藤八段が名人挑戦マジック1、そして藤井二冠が昇級決定、山崎八段が昇級決定で、永瀬二冠が B 級1組から A 級への自力昇級となっております。そして続きまして来週の主な対局予定見ていきたいと思います。2月17日に王位戦挑戦者決定リーグ近藤七段対佐々木五段戦、そして2月18日は王座戦2次予選羽生九段対佐々木勇気七段、そして2月19日は王位戦挑戦者決定リーグ豊島竜王対木村九段、同じく王位戦挑戦者決定リーグ斉藤八段対沢田七段、そして2月20日棋王戦第2局渡辺棋王対糸谷八段、そして2月21日は NHK 杯戦木村九段対佐藤天彦九段の一局が行われます。最後に個人成績部門を見て終わりにしたいと思います。対局数ランキングでは永瀬王座が63局と2位の豊島竜王、そして藤井二冠に14局の差をつけて圧倒的な1位となっております。そして勝ち数ランキングでは藤井二冠が41勝で2位の永瀬王座に2局差をつけて1位となっております。2勝差をつけて1位となっております。そして連勝ランキングでは今期沢田七段の14連勝が最高だったんですが、藤井二冠が
14連勝今のところ継続中となっております。もし藤井二冠がこのまま一度も負けずに今年度を終えますと、藤井二冠の連勝は来年度の記録ということになりますので、澤田七段の1位が決まるというちょっと不思議な状況になってますね。続きまして勝率ランキングですが、藤井二冠が8割3分7厘41勝8敗と圧倒的な1位となっております。歴代最高が中原誠16世名人の47勝8敗8割5分5厘という記録があるんですが、あと6連勝で追いつくという状況ですね。まあ、ただ今年度3月31日までにあと6局組まれる可能性というのがちょっと難しいため、どうなるか注目になります。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。